韓国の労働組合は自分たちの異常性に気づけたんでしょうか。皆さんはゼネラルモーターズという自動車会社を知ってますか？世界の自動車業界を引っ張る、世界でも有数な大企業の一つなので知っている人が多いかと思います。今や世界の経済を支えていると言っても過言ではない自動車産業。日本でもトヨタ、日産、マツダ、イスズ、ホンダ、スバルなど有名どころが揃っています。自動車産業の一時代を担ったアメリカでもゼネラルモーターズ、クライスラー、フォードがビッグスリーと呼ばれ、アメリカ市場を独占してきました。最近ではテスラの名前をよく見ますね。他にもルノー、フランス、フォルクスワーゲン、ドイツ、メルセデスベンツ、ドイツ、BSA、フランス、FCA、イタリアなどなど。そしてこれらの自動車会社は市場を世界に広げ、世界各地に工場を置いてたくさんの自動車を生産しています。ところが世界各国にある工場ではその地で働く工員さんたちの国民性やお国柄で様々な問題も発生しているようですね。中でもお隣の韓国では独特な行動をとる労働組合が会社を悩ませているようです。というわけで今回はアメリカの代表的な自動車会社となるゼネラルモーターズ GM において起こった GM 本社の経営陣が理不尽な労働組合に仕掛けた行動についてお話ししていきます。それでは早速行ってみましょう。 GM は韓国にも進出しているんですが、韓国 GM 労働組合の一方的な理由でのストライキが続いていて、なんと2014年以降から営業利益が下降をたどっているようです。そんな厳しい事態に苦慮していた GM 本社では打開策を検討した結果、韓国 GM 労組に対して一計を案じます。こんなことになった発端はもちろん労組の理不尽さなんですが、これを問題として取り上げ解決のために口火を切ったのが本社幹部のマクドウェル労使関係総括副社長でした。世界にある40カ所もの GM 各工場では物量を確保するために熾烈な争いをしているとの一言からこの企画が開始されたのです。ある自動車業界の報道にあったのですが、米デトロイト本社において GM 幹部らが韓国 GM 労使代表らと会談した際、厳しい苦言を呈したと報じています。この会談の際、グローバル生産総括副社長のジェラルド・ジョンソン氏は、本社が韓国 GM に長期投資を決定するため前向きな材料となる情報を探している、特に韓国 GM の労使協力が存在するという状況があるのなら安心して投資することができると述べました。この言葉は前向きな投資の計画があるということではなく、本心は不安定な労使関係が続くなら韓国との仕事を断ち切ることができるという韓国 GM にとって恐ろしい意味だったのです。そこでジョンソン副社長はアメリカ、メキシコ、韓国工場の労使関係を一つ一つ比較したと話しました。話は毎年賃金や団体協約の交渉過程でストライキを繰り返しているのは韓国 GM 工場しかないと続いていきます。またグローバル生産戦略企画統括責任役員のペレズ氏も、韓国工場はメキシコ工場と比較しても人件費が高額になっている上にストライキの数も異常に多く、安定的な生産が得られないのが現実だと指摘しました。そして最後に GM 主席副社長のスティーブ・キーファー氏が、韓国 GM 労組関係者が労使関係が安定するメキシコのシラオ工場を見て何を感じたのか知りたいと質問を投げかけたのです。皆さんもうお気づきかもしれませんね。実はこの会談、韓国 GM 労組関係者たちがメキシコシラオ工場の見学をした後にアメリカ GM 本社を訪れた、まさにその時に行われた会談だったのです。韓国 GM はキム・ソンガプ労組委員長をはじめとする労組指導部3人と韓国 GM 社長のガゼム氏の一行で6月6日から1週間の予定でメキシコシラオ工場とアメリカ GM 本社を訪問しました。韓国のことですから
昨今のコロナ禍の中で海外出張ができると喜んでいたのかもしれません。もしくは、美味しいメキシコ料理が食べられるとでも思っていたのでしょうか。いずれにせよ、アメリカ GM 本社が苦心の結果に、ある程度の覚悟を持って仕組んだ会談なんて思いもしていなかったのでしょうが、メキシコツアーを満喫して意気揚々と GM 本社を訪問した韓国 GM 労組関係者らを待ち構えていたのは、勢ぞろいしたアメリカ GM 本社のそうそうたる幹部たちだったのです。そこでアメリカ GM 本社の幹部たちは今回の会談の本当の目的を話します。真っ向勝負のドストレートな質問を投げつけられた韓国 GM 労組たちの顔はきっと青ざめていたはず。スティーブ・キーファー GM 首席副社長が最後に投げかけた、メキシコシラオ工場を見て何を感じたのか知りたいの一言が全てを物語っています。この会談を行うためにメキシコ工場へのツアーを選んだ理由は、シラオ工場が GM グループの中で最も生産性に優れているからです。この工場では26年間で労働争議などが起こったことは一度もありません。一方で理不尽な理由でストライキを起こし、その上に極めて生産性が低い韓国 GM 工場、相反する工場を比較したアメリカ GM 本社幹部は、韓国 GM にメキシコ工場を見学させて何かを学び取ってほしかったのです。その親心もどこ吹く風、どうやら韓国の癖の強さは一筋縄ではいかなかったようで、メキシコ工場を見て何を感じたかと質問を受けた韓国 GM 労組たちは、電気自動車の生産部門を我が国の工場にも配置してほしいと返答したのです。空気読めなさすぎ、わろた。この言葉を聞いた GM 本社の幹部の皆さんはきっと唖然としたことでしょう。労使関係の安定を図るためにメキシコ工場の見学まで行ったアメリカ GM 本社、もし労使関係が安定していれば、すでに電気自動車の割り当ても行われているはずです。実際に世界各地で操業をする GM 工場では、電気自動車の生産台数の割り当てを目指して日々骨身を削る努力をしているのです。そういった努力と精進から信頼関係は生まれ、生産性の向上や技術力アップにつながっていきます。しかし韓国 GM はそんな努力と精進なんて考えもせず、労使関係の安定を得るために電気自動車の割り当てが必要だと主張しました。考え方が逆なのは誰もがわかることなのに、自分たちの努力は棚に上げたままで他人にばかり要求をする、いつもの悪い癖が出ていますよね。本社幹部の厳しい指摘にひるむことなく、というかひるむ以前に自分たちの置かれている状況を全く把握できていないのです。必ずしも韓国工場の稼働が絶対に必要だというわけではないので、このようなあまりに理不尽極まりない言動が続けば、いよいよアメリカ GM 本社から制裁が下されることになるでしょう。さてこのニュースに対してお隣さんたちからはどんな反応があったのかご紹介していきます。労働組合を、君がアメリカ本社の経営陣だったらどうしますか。工場は数十あるのに、毎日ストする工場に新車生産を割り当てるわけがない。結論は一つだけです。韓国の GM 工場を閉鎖して撤退しましょう。そこまでしないと労組の人間たちは現実を認識できないのだ。本当に失業して飢えを経験しなければ、自分たちがどれだけ恵まれた環境にいるのか理解することができない。毎日ストばかりしているのにどうして放置しているんだ。 GM 本社はよく言った。賃金も高く生産性もグループ会見でストも頻繁に行う韓国 GM、 こんな会社の何が良くて未来の生産台数を割り当てるのだろうか。時間をかけて同じ主張を言い続ければ会社側が要求を飲むと考えている労組、持久戦に持ち込むつもりのようだ。労働組合と政府の干渉で企業が生き残れない。政府が公的資金を支援してくれるから労組は生産性を後回しにして自分の利益だけを確保しようとする。私も労働者なので労働者の肩を持ちたいが、
自動車メーカーの労組は労働者ではないようだ。二度と韓国 GM を国民の税金で支援するということがないようにしてほしい。労組を生かすために国民の税金を浪費しないでください。民主労総は我が国の経済を蝕む組織です。頭に赤帯を巻き鉄パイプを振り回すことしか知らない民主労総。団体利己主義とこれを追うポピュリズムは結局我が国を危機に陥れるでしょう。労組専任主義を廃止し無労働無賃金を法制化しなければなりません。さすがにまともな意見が多かったですね。韓国もいよいよ自国が他国と少し異なっているということに気がつき出したのでしょうか。せっかくの会談もこんな結末になってしまうとアメリカ GM 本社も肩透かしを食らったような感じだったことでしょう。今後の展開に目が離せませんね。では同じく車つながりでの話題を見ていきましょう。韓国の自動車調査専門機関コンシューマーインサイトが年次自動車企画調査を行い、その結果が発表されました。韓国車と輸入車を合わせた全体の中からどの車が一番優れているかという調査になるのですが、結果はトヨタ自動車が展開する高級車のプレミアムブランドであるレクサスが一番でした。レクサスは初期品質 73pph、 耐久品質 98pph を記録しています。 pph とは初期品質では製品購入後1年以内で、耐久品質は3年以上のユーザーを対象にして調査した100台あたりの不満件数を明かしたものです。つまり数字が小さいほど満足度が高いということですね。韓国車部門の初期品質ではヒュンダイ自動車が 139pph で1位となり、ジェネシス 140pph、 サンヨン自動車 141pph と続きます。輸入車部門ではレクサスに続いてトヨタの 95pph で2位、 133pph のボルボカーズとなりました。ここで名前が挙がった韓国のベスト3は前年よりも向上しているということですが、それでも輸入車部門2位のトヨタと比べてもすでに大差がついていますよね。また韓国車部門の耐久品質を見てみると、ジェネシスが 276pph で1位、ヒュンダイ自動車が 302pph、 キア自動車が 318pph となっています。輸入車部門では同じくレクサスに続いてトヨタが2位で 157pph、ベンツは 256pph でした。レクサスとトヨタが6年連続で1位2位を独占したんですね。さらにレクサスは全メーカーのうちで初めて100点未満を記録したそうです。今回調査したコンシューマーインサイトでは、韓国車は初期品質耐久品質ともに少しずつ向上をしているものの、主要輸入車メーカーと比較するとかなり劣っていると評価しています。特にトヨタグループの品質競争力は韓国車の各メーカーにとって超えることのできない大きな壁になっているとか。今回トピックになっている韓国 GM もレクサスやトヨタの足元にも及ばない結果でした。この結果こそがアメリカ GM 本社から厳しい指摘を受けるという動かぬ証拠になっているのではないでしょうか。また同記事ではレクサスは販売サービス満足度とアフターサービス満足度でも1位を獲得しているとしています。2019年から始まった日本製品不買運動により、日本車メーカーは韓国内で苦戦を強いられてはいるのですが、一度乗ってみるとユーザーはその品質やサービスに大満足しているということも伝えています。さてこのニュースに対して韓国ユーザーたちはどのような声を上げているのでしょう。ご紹介していきます。この時期に日本車に乗っているの？日本車に乗る人は恥を知るべき。韓国人なら我が国の車に乗るべき。品質も全く劣っていない。ドイツ車もあるのになぜわざわざ日本車なの？いいものは良いと認めよう。レクサスは安定性が抜群。一度レクサスを買ったら他の車はもう乗れない。レクサスは一度乗ってみたい憧れの車。悪いところが一つもない。レクサスは購入後に会社が手厚い管理をしてくれる。
ヒュンダイ自動車とはアフターサービスの質が違いすぎる。日本人は良い車を作る。勤務中に暇を持て余している韓国の貴族労組とは違ってね。不買運動を棚に上げて言うと、日本車の品質は韓国車よりいい。でも韓国車もどんどん発展している。いつか日本人がヒュンダイ自動車に乗る日が来てほしい。このように韓国内でも賛否両論に分かれているようです。いずれにしてもレクサスが他社より群を抜いて1位を飾ったということが何よりの結果ですよね。続いて日本人の反応です。日本製品不買を煽っていたソウル市長の愛車はレクサスだし、韓国在外交換が新規購入した会社3台中1台は日本車。幼少期から反日教育を受け続け、政府や市民団体が反日運動を煽り、それに洗脳された韓国人はノージャパンを叫び続ける。煽っている側は日本製品を愛用し続けているというのに、要はやっかみで重箱の隅をつついて悪口を言い続ける人が多い。慰安婦問題も出稼ぎが多かったとも聞いているよ。何でも自国を美化しすぎてもダメ。本質を見なきゃ。この国で日本製品が褒められても全然嬉しく思わないのは何でだろう。というか韓国国民に日本製品を使ってもらわなくても結構なんだけど、それよりさっさと日本叩きのための偏向教育、捏造教育、洗脳教育をやめるべし。いつまでも恥ずかしいと思わんのかね。日本人は不買運動なんかしていないのに韓国車に乗る人は皆無。韓国人が不買運動をすればするほど日本人の韓国の印象が悪くなる。韓国人は解決策としているつもりだが、ただの嫌がらせに過ぎないってこと。超優秀な耐久消費の日本車と使い捨て製品の韓国車を比較しても意味がない。そもそも用途が違うのだから。いつものことながら日本人ユーザーは韓国をバッサリと切っているようですね。まあ当然の反応だと思います。いかがでしたか。本社から指摘を受けても全くひるまない韓国 GM、 その面の皮の厚さにはある意味脱帽ですね。そろそろ自分たちの行動に気がついた方がいいのではと感じました。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。